はい、まあ、もうざっとなんですが、この茶の湯の歴史を見てみました。ここからはですね、露地についてお話をさせていただきたいと思います。まず露地なんですが、まあ、前から今は露地と呼ばれてあの字を書きます。前から昔から露地と書かれてたわけではなくて、室町時代の後期はですね、壺の内と呼ばれてました。あの山の上の掃除という方が山の上の掃除記というのを書いておられて、それがその室町時代の話が書いてあるんですが、まあ、そこには壺の内というふうに呼ばれていたということですね。茶庭には、あの茶庭がですね。で、そこから茶室に行くまでの、まあ、通路という意味で、まあ、道に次ぎ道に地と書いて、まあ、路地と、これも同じく路地です、ね。まあ、こういうふうに、まあ、言われるようになりました。そこからぐっとこの露地という字は変わって、雨の冠がついて道と書いて露地に、まあ、今見る文字になっていくんですよね。で、これはですね、この雨のこの冠のついた露というのは、あらわにする、あらわにするという意味がありますが、これこそまさに仏教の精神を込めた露地の意味になっていきます。あの正常で無一物というのがこの仏教の精神にありますけど、この露地という字もですね、正常無垢にして全てをあらわにする、この自分を全てをあらわにすると、まあ要するに境地を表してこの露が使われたというふうに言われております。でその時にですね、利休がまあこういう歌を歌っております。この歌はですね、露地はただ浮世の外の道なるに心の塵をなと散らすらんというですね、歌を表しています。まあ、これはですね、参道や野辺の自然のままの趣を表現して、自然な姿の中にこそ白露地に共通する正常さがあると、まあ、こういう意味で露地を捉えているということを言っているそうであります。まあ、つまりもうこの精神というのは禅の思想に通じるものですよね。自然風景の中に仏を感じて、宇宙の真羅万象すべて仏門に入るという思想と同一のもとということですね。で、露地の形なんですが、大きく分けて3つあります。一つは一重露地と言います。まあ、一重露地というのは、まあ、一番簡素な作りなんですが、周りを生垣とか塀で囲いまして、そして、まあ、中には茶室があって、その他の必要な構成、要素があるんですが、区切らずにですね、まあ、その一つの空間にしているというのが一重露地になります。あ、ちょっとですね。で、二重露地というのが次ありまして、この二重露地というのは、まあ、その中を二つに、さっきの言った一重露地を二つに区切ってですね、それはあの中門という門をつけて二つに区切って、それで内側を内露地、外側を外露地、要は二つ露地がある、これをまあ二重露地というふうに言ってます。まあ、それぞれ内露地に必要なもの、まあ、ここで言うと内掛け、あの内腰掛けとかですね、砂接近とか筑波絵とか石道路、まあそういった必要なものがあって、まあ外路地は外路地で寄り付けとか待合とか必要なものがあると、まあ決められているものがあると、まあそういうふうな形ですね。そして三重路地、三重路地はさらにな路地をまた分けて、中門を作ります。それと3つ空間ができますんで、外路地、内路地、真ん中を中路地というふうに3つにしたということです。この場所にある独楽庵はまさに三重露地になっております。では露地に実際にちょっと入って、見ましょうか。これが露地の入り口ということで、露地口と呼ばれているものです。これはですね、あの左下に書いてありますけども、命名庵松江ですね、ある命名庵です。もちろんこれはあの露地への入り口になります。特にですね、中はあんま見えないようになってます。まあここは門みたいになってますが、塀の中にこう四角くくり抜いて入るようなところも多々あります。まあ、つまり全然見えない場所、異空間にするということですね。
これも特に都市のですね、例えば堺の町だと堺の町中の中の騒がしい中でこの路地口から向こうは異空間にする、静寂の世界にするという意味で特に見えないようになっております。これも同じ路地口ですね。これが独楽庵、ここです。ここの独楽庵の入り口、路地口になっています。中は見えませんでしょ。この入り口だけがこう見えるという格好ですね。これも独楽庵なんですが、続いて、まあ、寄り付きはあるところとないところありますけども、独楽庵にあります。あの路地口を入ってですね、すぐ右側の方に行くとこういうお部屋があります。まあ、ここで、まあ、着替えをして、そして、持っている荷物なんかは置いて、まあ、必要なものだけ、まあ、懐に入れて、そして身支度をした、まあ、場所というふうになっております。で、進んでいきますと注文がありますね。注文というのは路地と路地の間にある門です。ですから外路地から中路地とか、中路地から内路地に行くところの間のを注文というふうに言います。これも命名案の注文になります。で、注文、独楽庵にも、まあ、当然ございまして、ここの独楽庵の注文はこういうふうになっています。さっきの私が、言いました、このここですね、ここで、まあ、着替えをしますよといった場所で、で、ここから入っていきますので、これが注文ですね。これは後で説明しますけど、こちらはおトイレになっております。で、ここの中に入っていきますと、この独楽庵の場合はこういうお庭で、さっきの外と雰囲気とは全然違いますよね。一気に雰囲気が変わってきます。門を入るくぐるたびにどん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 、身がどんどんどん清らかになるというのがこの路地の作りですので、ここで今度は白い砂利の飛び石のある広い空間になってますが、これが中路地になってきますね。で、さらにこの奥に見えますのがまたこう門があります。これ中くぐりという門ですが、この門にですね、ちょっと近づいて、行ってくると、これ中くぐりと書いてありますが、これも注文の一つです。今度はいよいよその内側は、独楽庵の場合は内路地になります。茶室があるところですね。で、今この雰囲気を覚えておいていただいて、ここの覗いたらどうなるか、こうなるんですよね。この大きな差、外側は、まあ、もう一回振り返ってみますと、逆を見てると、逆を見ますとね、このまま反対見るとこうなるんです。この路地がこの路地になると、もう大きく変わると、これがもう身がですね、どん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 清められていく、まあ、ゆえんでもあります。こういうところは非常に工夫されて素晴らしいなというふうに思います。で、腰掛け待ち合いですが、この茶室に入る前にですね、ここで一旦待つ場所ですね、その待つ場所というのを腰掛け待ち合いと呼ばれています。ここにはですね、まあ、石がたくさんあるんですけど、実はこれは意味がありまして、まあ、客には小客といってですね、客の中でもまあ一番最初に先導を取る客と、それから商売客という、まあ、その他のお客さんとおられるわけですけど、それはちょっと座るところが違います。お茶の習っている方はよくご存知だと思いますけど、この椅子を見ていただくと、この椅子の下には石がちょっとでかくないですか。で、こっちは長い椅子で、石がなんか平べったいですよね。こっちが正客が座る場所です。なので区別してあります。石の高さをまず高くして、で、石も一つです、一人用の。で、こっちは商売客、他のお客さんが座る場所と、まあ、いうふうにちょっと分けてあるということであります。他にもですね、これ桂離宮です。京都の桂離宮、ここの腰掛け待ち合いはすごいでかいんですけど、この横長の椅子が腰掛け待ち合い、
これはここに石がこう長いのがありますから、おそらくここは床版で、ここに大きいのあるから、ここは正客じゃないかなと思って私は見ておりますけども、こういうふうになってます。でちなみに桂離宮というのはすごいあの作りが大きくてですね、茶室が4つあります。春夏秋冬用それぞれあって、で一線で行きがあって船でこう行けるようになってます。で、この腰掛待合はその周りが一切見えないようになってます。すごい広いんですよ。広いんですけど一切周りが見えないのを隠してあります。その後のためにですね、いろいろおもてなしのためにわざと見えなくなって、なのでちょっと座ってみました。座ってみて写真撮ったらこうなってました。何も見えないですよね。これだけ見ると狭いところなのか、そんなことないですよ。ずーっと向こう広いです。わざと築山を作って、木を植えて、まあ、前が見えないようにしたりと、まあ、こういう工夫がしてありました。そしてこれは寒月庵ね、三斎流の、茶室に、これは松江にあります、寒月庵の待合です。この腰掛待合を見ていただきますと、ここにですね、大きい石があって座るところがあって、で右側のここにもです、ね、椅子があって1個だけ石がある。なのでここがあの正客の座る場所で、こっちは商売客じゃないかなと思って見ております。ちなみに茶室は右にありますので、近いのは要は上座になるのが、まあ、正客の場所と、まあ、いうふうになりますね。で、これはあったりなかったりしますが、井戸の形ですね。井筒が あるところもあります。これは明明庵です。明明庵には入ってすぐのところの右側に井筒がありまして、まあ、通常石で組まれたものが多いんですが、ここは木でこう組まれてますね。これが残っております。そして石灯籠も各場所に置いてあります。石灯籠はそもそも、お茶のその場所場所にですね、茶庭を歩いていく場所場所に目印みたいな形で、まあ、置かれたということですが、初めて取り入れたのは利休ではないかというふうに言われています。ただその後織部がですね、非常に茶の庭にふさわしい灯籠を作ったと言われてまして、この灯籠は非常に大きいですよね。こういう大きい灯籠は、まあ、よく見ます。これも独楽庵なんですが、この小さい灯籠、これ桂離宮なんです。これ小さい灯籠は、これは織部灯籠と呼ばれています。特にこの埋まってますよね、下が埋まってるということは、実はちょっと調節機能がある生け込み型の灯籠を、まあ、作ったのはこの織部です。場所場所によってその高さを調節したいので、埋めたり埋めなかったりできる、まあ、そういう灯籠を作ったんですよね。まあ、これは織部灯籠というのは、まあ、ちなみにこの下のここのところにちょっと何か人の形の部分が見えます。まあ、これは、仏像だったのか、それともマリア像かと言われています。まあ、マリア像だったんじゃないか、隠れキリシタンじゃなかったかというようなことも、まあ、言われてますが、これはクエスチョンでございます。画期的なところで、よく筑波の前に使われますね。そしてさっき私トイレと言いましたが、接近というふうに読みます。まあ、今でいうトイレのことですが、まあ、二重路地の腰掛付近に、あります。で、まあ、内路地には砂接近、外路地には下腹接近というのがあって、これは下腹接近になります。なので どっちかというと、今はまあ使ってないでしょうけど、実用的な接近で、内路地にある砂接近というのは実用的じゃない、形だけの接近、まあ、というのは、心をどんどん清めていって茶室に入るわけですから、まあ、そういった意味で、まあ、トイレとかそういうのも全部済ませて、そして入っていくと、まあ、いう意味であります。ただ外接近は外のこの下腹接近は外路地にあるのは、まあ、本当に今使われるものだったということですね。独楽庵のこの下腹接近の中はこういうふうになってます。木が置いてあります。でこれは中の接近ですね、砂接近、格好だけ、格好だけなんだけど、であれですね、茶道やってる方は一回わざと見るんですよね、こう覗くというか、それは別に催すことはなくても、心をですね、心をきれいにするという意味で接近は必ず見るというふうに言われてます。まあ、この石なんですけども、これ決まった形でして、ここに戸が本当はね、ここ今ないですが、扉があって、これは扉を開けて入りますが、まあ、扉がここまあするような石、まあ、下にあるのは戸ずり石と言います。で、一つ目のこの石、ここに最初の足をかけるんですが、これは前石、というふうに言います。
で前石に足をかけますと、今度はまたがりますね。またがるところを足掛け石といって、前石よりちょっと数センチ高くします。数センチ高いのが足掛け石で、この扉側を見ます。こっちを向きます。なので、こっち側に一つ、これは小用返し、小便返しとも言いますが、その石があって、反対側にあるこの石が裏返し石、と言います。でこの裏返し石と、この足掛け石の間はちょっと広く開けといて、ここに砂が持ってありますので、砂をこうピッピッと書いてですね、ここに、持ってこれるようにするために砂が、この幅が大きく開けてある。でここにはちょっとここ見当たらなかったんですが、本当はチリ穴というですね、ちょっとゴミを捨てるような穴が、通常はあります。まあ、これがいわゆる設置の役石で、形が決まっているということであります。そして続いて飛び石なんですけども、飛び石はですね、この先ほど言ったそれぞれの行く場所場所ですね、のつないでいくための石になっていきますね。この上を歩いて茶室まで最終的にはつながっていくと、いうことです。特に草履を履いてこう歩きますので、歩きやすいように随分とこう石と石の間隔は狭く作られております。で高さもですね、結構出雲の庭園というのは飛び石がすごく高いんですが、茶室の茶庭というのは非常に飛び石の高さを抑えられています。ぐっと、これは派手さというとか不安とか、そういったものをさせないためにぐっと低く、ギリギリにここもですね、砂利とはほとんど同じような高さに、抑えられているというふうに言われています。でこの飛び石について千利休はですね、渡り六部に景気四部と言ったんですよね。渡りっていうのはこう機能性です。渡り、歩きやすさ、これが6割。あとこう景色、こう見た目ですね、これは4割ぐらいでいいじゃないかって。ところがその弟子であり古田織部は逆でして、渡りが4部、そして景色の方が6部だと。景色の方が大事っていうふうにですね、言ってる、それぞれ非常に、この茶道館というかですね、そういったものが違いがあるということであります。そして、飛び石ばかりではですね、風情がということで敷石というものが使われたりします。敷石というのは、これはあられこぼしといいますが、玉石をずっと敷いたパターンですね。いろんな敷石がありますが、こういったものを要所要所に混ぜて、で、リズミカルにしたというか、景色を楽しむというか、そういった工夫が凝らされています。これは独楽庵の、入り口入ってすぐのところの、敷石になります。綺麗ですよね。非常に綺麗な敷石ですよね。で、中に入ってみますと、同じように敷石が要所要所、これは腰掛け待合の前に、敷いてあります。この私ね、桂離宮に行った時にも敷石あるんですが、すごいです。芸術ですね。これです。このあられこぼしというね、あられをこぼしたかのような、この石見てください。一個一個がだいたい5センチあるかないかですけど、見事に敷き詰めてあります。私敷地各所見てきた中でも、最も美しいなと思ったんですが、これを手作業で一個一個組み合わせていくことを考えると、相当な時間だろうなと思っています。これは桂離宮、名物にもなってますよね。次につくばいです。つくばいはですね、手を清めたり口を清めたり、そういうする場所として聞いたことはあると思いますが、つくばいというのはこの前にあるこれ手水鉢、手を洗うための手水鉢以外のこの周りの石も含めて全部の空間をつくばいというふうに言われています。この前石がですね、この手水鉢の次に大事な石でして、この前石は当然こう踏んでしゃがむところです。尊虚の姿勢を取るんですが、そしてつくばって手を洗いますが、この前石が大事になってきます。でこの、右と左に石がありますけど、場合によっては省略することもできますが、この右と左の石がですね、右側の石が湯桶石といって、お湯を冬に
寒い時にはつくばいの水は冷たいですから、お湯を置いといて、そのお湯で手を洗ったということで湯桶を置く石です。湯桶石と言われています。ですので上は当然平らですね。でちょっと高いです。ちょっと右が高いです。左がちょっと低いです。左側は手食石といって、手食といったらランプですね、ランプを置いた石、夜の、まあ、茶会なんかで使ったわけですよね。手洗うのに置き場所がいるんです。ですのでちょっと低いです、ランプのところは。で余計がちょっと高い。でこれは右が高くて左が低い、まあ、こういうのは、まあ、表千家のやり方だと。で、左が逆に養鶏石で高くて、右が手食石で低い、これ逆にしたら裏千家だというふうに言われております。まあ、もうほぼに行ってそういう目で、まあ、見てるんですけどね、ほとんど、まあ、高さ一緒だったらいろいろ微妙なんですが、まあ、こういうふうにですね分けられてるというふうに、まあ、言われています。流派で違うんでしょうね。そしてこの水が流れ落ちるところ海というふうに呼んでおります。で灯籠はあったりなかったりです。場合によっていろいろであります。で、まあ、水をこう流す掛け火がここにありますけど、まあ、掛け火もあったりなかったり、なければならないことはないです。まあ、本来手で水を汲んで、そこに入れるというのは作法でありますから、まあ、そういう意味では、まあ、後付けだったのではないかなというふうに思います。これもつくばいですね。これも独学欄のつくばい、かなり大きい、まあ、ほとんどしゃがまなくてもいいんじゃないですかね。茶室に入るすぐ右側にあります。これも流れの中に、流れつくばいと言いますが、これ枯山水の流れの中にあるつくばい、これも独楽欄にあります。独楽欄結構いろんなつくばいがあって非常に楽しいですね。でこれは寒月山のつくばいですね。こう大きな前石がちょっと特徴ですけど、茶室の中からこう見たのはこういう形になってますね。で寒月山もう一つ、茶室の入り口は2つあるんですが、もう一つのところはこういうふうになって、灯籠は結構こうわびさびのある古い灯籠、が非常に印象的でありました。これは明明庵のつくばい、小さいながらにしても非常に、なんかこう個性のあるつくばいですが、これは明明庵のつくばいを取ってます。そしてこれも明明庵ですね。これは屋根の下にあるつくばいで、内つくばいというふうに言います。例えば雨の日とか、それとか雪の日とか、そういったところつくばい外にあると非常に不便ですね。そういったところのために実は軒の下に作ったつくばいだということで、内つくばいというふうに言われております。そして刀掛けというのがですね、茶室には作られています。で刀掛けは、まあ、当然この乱世の時代からですね、茶の湯っていうのは始まって利休が広めたんですが、やっぱり人は平等だと、上下作っちゃいかんと、でまた争いの場を取り入れちゃいかんということで、全ての刀をですね外にかけて、そして中に入っていったと、まあ、いうことで、この刀掛けを作られたと、まあ、いうことですね。ですのでちょうど刀掛けの下には石があります。刀掛け石っていうんですが、これはね、なぜか2段なんですよ。1段2段1個の石ですよ。1個の、これ見てください。この右側見えますかね。ちょっと濃いところと薄いところ、これ2段式、2段になってるんですよね。まあ、こういう石が大体置かれております。まあ、ちょっと他のところも見てみましょう。この独楽庵は2個置いて2段になってるんですけどね。例えば次、明明庵はこれはね、よく見て、これも 2段になってるんですよ。こう途中でこう1段2段っていう風になっているんですよね。これは寒月庵ですね。寒月庵の石、ちょっとこれも見えませんが、ちょっとこれもう一個の寒月庵の場所、これも光あれなんですか、これ1段2段ってこうなってますでしょ。でここに刀掛けがあると、まあいう風、まあ、こういう作りにどうもなっております。あとチリ穴というものがありまして、これはそれこそ、まあ、塵を入れるという、ゴミを入れるという意味なんですが、実際もそんなにたくさん入れるわけじゃなくて、実際に使ってはおったと思うんですけども、まあ、最後の仕上げの時に一葉落ちたものを入れたりと、まあ、そういうことですが、実際使わなくても、まあ、客はですねそれを見て入るという二次口に入るというね、言われてますね。これは心の塵を落とすと、まあ、いう意味でチリ穴があると。ただチリ穴結構ですね、この明明庵のチリは結構珍しくて、何もただ穴だけですよね。実はそのチリ穴というのはですね、大概石が近くにあって、その石のことは覗き石と言いますが、例えばこの寒月庵はこの石、これ基礎ですね、柱の基礎になってますけど、そこにくっつけて
穴が開いてます。これチリ穴なんですが、こんな風に何か覗き石があってそのにくっつけて、まあ、穴を開けてるっていうのが多いですよね。そしてこれがいよいよ入り口に来ました。ちょっと長かったですけども、やっと入り口まで来ました。二次入り口でございます。まあ、二次入り口というのは茶室の入り口でちょっと小さくて、二次入り口、まあ、背をかがめて入るということなんですが、これは独楽庵の入り口で、この外に石がある一番石、二番石、三番石というふうに呼びます。まあ、呼び方いろいろありますが、この一番石っていうのが大事で、これは結構名石を使われます。他の石と違ういい石を使う。で、この一番石だけはちょっと背が高くしたって、二次入り口のところにこう膝がちょうど当たるぐらい、こうしゃがんだ時に膝がちょうど当たるぐらいの高さまで、まあ、高めてあると、まあ、いうことでございます。これ薬石になってます。本来ならば軒の真下に来るのは三番石というような記述もございます。ただまあ必ずしもそうなってないです。ただまあそういうふうな、まあ、決まりがまあ本来はあるということであります。そして、これは明明庵の二次入り口ですね。この石が一番石になります。二番石、三番石と